遥か南国の地鹿児島において名も知られていない男が一人凄まじい猛特訓に打ち込んでいた。その名を木山仁という。東京ではオーストラリアからやってきた男によって全日本空手道選手権大会に激震がもたらされていた。男の快進撃はとどまるところを知らず、ベテランの日本選手をことごとく蝶のように舞い一撃で粉砕していった。出現で空手母国日本の王座は常に危ぶまれていた。その男こそオーストラリアのギャリー・オニールである。時は1997年、極真史上初の体重別の世界大会が開催され、重量級にはギャリー・オニールの出場が決定していた。誰もがギャリーの優勝を確信し、重量級の王座は奪われるものと危惧していた。そのギャリーの前に立ちはだかったのが、まだ無名だった木山仁である。木山はギャリーに打ち勝ち、その後も快進撃を続けてついに王座をつかんだ。遠く離れた南国の地で孤独と戦いながら、木山はいかにして強くなったのだろうか。師の教えによるものか、それとも並外れた鍛錬の賜物か、精神力のなせる技か、天性のものか、今木山仁の真の姿に迫る。木山仁は1974年1月9日、鹿児島県鹿児島市で生まれた。小学生の時転校していじめにあったという木山は、気が弱く何かにつけて自信が持てなかったという。何でしょうか。そんな木山が強くなりたい一心で高校1年の時、友人と共に門を叩いたのが極真空手の道場だった。極真会館鹿児島支部の本部中山道場は、鹿児島市街地から少し離れた田園地帯の中にある。木山が飽くなき修行に励んできた道場がここだ。鹿児島支部支部長の武和也、かつて極真の歴史に残る名演武金属抜刀流を成した人物として名高く、木山をチャンピオンへと導いた師匠でもある。今鹿児島では武和也が育てた木山の大活躍の影響を受けて、多くの若者や子供が続々と道場に集まってきている。地方の道場にあっても、努力と精進によって誰でもチャンピオンになる可能性があるという希望と勇気を木山が与えたのだ。
構えて始め。現在鹿児島支部では週に一度黒帯の選手クラスが集まって試合に向けた練習やスパーリングを行っている。木山の後輩たちはめきめき上達し、木山の後に続こうとしている。選手レベルとの組手、以前は木山の組手の相手ができる者は一人もいなかったという。孤独な戦いの中で懸命に努力をしてチャンピオンの座をつかんだ木山であるが、果たして入門当時の木山はどんな様子だったのだろうか。木山選手はいつぐらいから空手極真会から入門されたのか。高校1年生の時入門しました。高校1年生の時ですね。友達となんか3名ぐらいで入門しましたね。じゃあその頃は今より小さくて、もう細くて背は今ぐらいだったんじゃないですかね。細かったですよね、頭坊主ですね。最初から素質はあったんですか。いやー、もう素質全然目立たなかったですよね最初は。で高校2年生ぐらいになってからぼちぼち、木山というのがいるなっていうぐらいで、特に他にまたいっぱいおったですからね、高校生でも強いのが。特にそういう印象なかったですよね。本当にこうごく普通の高校生だったんですよ、そういう人なんかそういうのなかったですよね、師匠武にそこまで言われた木山という男、一体いかなる稽古を積み重ねて強くなったというのだろうか。1999年夏、猛特訓に打ち込む木山の姿からその秘密を垣間見てみよう。木山さん、それは一体何ですか。重いの入ったメートル、メートルです。何キロぐらいあるんですか。これで、4.5 か5、4.5 ぐらいですかね。それつけて走るんですか。そうです。あ、その手ちょっと見ててます。これはダンベルです。それもやっぱり2キロは重いです。重いですね。だいたい毎日あるんですかね。ボス、毎日あります。それは誰の考案ですか。タケちゃんです。タケちゃん、ボス。木山さんがやっぱ足腰強いのはやっぱりこういう稽古がやっぱり。そうですね。もう今は基礎体力重点ですから、練習も。
木山さん、それ3つつけて通常ではどのぐらい回数やってるんですか？今日1000回やってます。え、1000回です。1000回押す。じゃあ結構腰にもきますね、負担。そうですね。なんかこういい方法ないかと一生懸命考えていって、これが思い浮かんだんです。いわゆるもう車だったら一番重いし、足腰結構上体も使うし、もう下半身の粘りをつけるにはまあちょうどいいかなと思って。この時木山は第7回世界大会代表選手に選ばれていた。日本のエース和見はじめと並んで優勝候補の一角に挙げられ、当時外人選手の中で最も世界の王座に近い男と言われたフランシスコ・フィリオの猛攻を止めるのは木山しかいないと期待されていた。木山は日本の王座を守るために一心不乱に稽古に励んでいたのである。第7回世界大会、木山は2回戦を一本勝ちで勝利し3回戦へ挑んだ。延長戦引き分けの末、体重判定によるまさかの敗北。ピリオのストッパーどころか4回戦進出すらできなかった。この時決勝まで勝ち進んだ和見はじめは延長の末に試し割り判定でフィリオに敗れ、ついに無差別による世界チャンピオンの座をブラジルに奪われた。それは極真空手の歴史の中で空手母国日本が初めて体験する激烈なる痛みであった。木山は王座を奪われた責任のほとんどが自分にあると思い詰めた。かつてこれほどの悔しさや悲しさ、苦しさを味わったことはなかった。しみじみと己の心の弱さを実感した。過酷な練習がオーバーワークだったとか、調整がうまくいかなかったと言い訳はいくらでもできた。しかしこのままで終わるわけにはいかない。もう一度全てやり直しだ。木山は心を鍛え、技を磨き、不動の王者を目指さんがため、新たなる戦いに挑む決意をした。2000年11月、第32回全日本空手道選手権大会が近づいていた。木山のこの戦いの目標はもちろん優勝である。全日本チャンピオンの座を勝ち取ることが、世界王座奪回への第一歩につながると信じて、決戦に挑まんとしていたのである。1回戦、木山は京都出身の実力派本間を圧倒的な攻撃で追い込んだ。2回戦、木山は攻撃の手を緩めることなく柏道場の佐久間を攻めた。3回戦、
ベテラン尾崎との戦いでは試合開始1分間は互角であったが、次第に木山のペースとなり手数の差がみるみるうちに広がった4回戦、新鋭市川との対戦。木山の猛攻撃が始まった。市川の攻撃に対して木山はその数倍の威力のある突きと蹴りを放ち、市川を追い込んでいく。新世代を担うエースとして期待される田中健太郎との準々決勝戦。はじめは互角の戦いであったが、残り1分で流れが変わった。再び木山の威力に満ちた攻撃が始まり、健太郎が追われる身となった。準決勝戦へと駒を進めた木山がついに火を吹いた。弾丸攻撃を浴びせる木山がベテラン木立から1本を奪い取った。初の決勝進出。木山の勢いは全く衰えを見せない。破壊王とまで言われた木村を追い込み、猛攻撃を仕掛けていく。ベテラン木村を完全に封じ込み、木山はついに第32回全日本大会チャンピオンの座をつかんだ。東京から遠く離れた鹿児島で生まれ育ち、そのふるさとの地で努力精進して目標を完遂させた木山の勝利、全国の支部道場の門下生に希望を与えた。第32回全日本大会で初優勝を遂げた木山仁。彼の日々のトレーニングをここで追いかけてみよう。早朝9時、道場に近い田園地帯をおよそ3キロランニングすることからトレーニングは開始される。ランニングの後は道場に戻って縄跳びを5分間跳ぶ。シャドウ、まず手に何も持たずにおよそ2分間行う。次に1キロの鉄アレイを手に持って2分間行う。さらに3キロの鉄アレイで2分間。5キロの鉄アレイで同じく2分間。最後は再び何も持たずに2分間行う。この時木山の突きは弾丸のごとく凄まじいものとなる。
シャドーの後はミット打ちである。木山は日々の練習過程の中でこのミット打ちに最も重きを置いている。突きと蹴りで時には2時間を要することもあるという。これは1時間で1時間ぐらいします。パンチだけ。パンチだけで1時間。あの打ち方としてはどういうパターンで打たれてるんですかね。基本的なもうパンチもあとほとんどこうワンツーストレートとワンツーあと下突きと、それをあの左右にこうあのスイッチしてですね。もうそれだけをもう何度も繰り返し。あ、そうですか。はい。コンビネーション的なものはもうあんまりしないですからね。ああ、要するにワンツースリーフォーとかじゃなくて。しないですね、あんまり。じゃあワンツーだけで、一発一発のこう威力をなんとかね維持する、そういう意味ですね。あの木山さんが結局大会でですね、3分間の戦いの中でも最後のダッシュはすごいですよね。そうですね。そういうことのこう鍵っていうか、はい、いわゆる一番あれはこれがやっぱり一つのあれですかね。そうですね。もうなんといっても基本稽古の繰り返しだと思います。これもやっぱり基本の一つですね。はい、そうです。いわゆる移動。そうです。これさえもあのマスターしたらあとはもう自分いくらでも作れますからね、動きの中で。ミット打ちが終わると補強に入る。握りを強くするためにあえて帯を掴んで行う懸垂は10回を1セットとして2セット行う。プレートの巻き上げは握力を強化するだけでなく手首をも強化する。内側に巻くのを3回外側に巻くのを3回で1セット、合計3セットを行う。はい、手押し車をしながらの腕立て伏せは30回を3回やって1セットとし、合計で3セットを行う。つまり計270回の腕立て伏せをすることになる。よいしょ。3複するんですけど、一往復するたびに、腕立て30回ずつやっていきます。よいしょ。木山が最近新しく行っているトレーニングが砲丸投げである。パンチ力強化のためのこの練習はおよそ30分間を行う。鹿児島県川辺町にある八瀬尾の滝は昔も今も数多くの修験者たちが滝修行に訪れるという。木山は精神修行の一環として時々この滝に打たれにやってくるという。最初滝に打たれるわけですから、まあ、で相当な衝撃もあるし、まあ、冷たいし、
そういうのもあったりするんですけど、だんだんこうそれが最初は辛いのがだんだんこう平常心になってくるっていうか、こう落ち着いた状況になってくるんですね、そういう辛い中でも、そういったところがやっぱまたいいんじゃないかなと思いますね。夏場でも滝の中に3分入っているのがやっとという状況下で、檜山はお経を読みながら最低でも10分は滝に打たれるのだという。2001年第2回世界ウエイト制大会が近づいていた。檜山は前回の世界ウエイト制で中量級チャンピオンに輝いたが、今大会では軽重量級の出場が決まった。優勝すれば2階級制覇となる。2年後に開催予定の無差別による第8回世界大会を考えると、この世界ウエイト制大会軽重量級の王座は絶対に勝ち取らねばならなかった。その2001年世界ウエイト制大会の第1戦は第7回世界大会3回戦で敗れたドリュレインとの宿命の対決である。この一戦、檜山はいかなることがあっても負けられない。ドリュレインに対する檜山の攻撃は終始圧倒的であり続け、ついに世界大会での雪辱を果たした。準々決勝へと駒を進めた檜山はブラジルのシルバと対戦。リズミカルな突きと蹴りで前半から檜山のペースとなり、後半はさらに凄まじい攻撃でシルバを追い込んでいった。準決勝、ベテラン市村との対戦。試合は前半互角で経過するが、檜山の弾丸ラッシュが始まると市村の攻撃に徐々に陰りが見え始め、ついに檜山の完全なペースとなった。決勝へと勝ち進んだ檜山はロシアの強豪オシポフに惜しく立ち向かう。後半、檜山の弾丸攻撃が火を吹き始めた。判定は見事に檜山に軍配が上がり、ついに世界ウエイト制大会2階級制覇という見事な実績を残した。鹿児島市にある谷山道場、ここは現在檜山が責任を持って指導している道場の一つである。はい、みんな座って、次からみんな座ってごらん。はい、先生も向いて、はい、先生も見てごらん。みんなのね、今のコンビネーションはね、遅い
すごく遅い、ね、どう遅くない？遅いよね。こんな遅い技でね、相手に入らない。もっと早く、ね、あれ3つね、早く蹴る。ほら蹴られるんだよ、ガード性、ガード性と蹴られてるわね。はい、最初はね、今日ね、こうじゃダメだよ。高ーかる、でかけ高ーかる、いいか。はい、いくわ。高く、高くね、手高く。これ蹴られた、また蹴られた。そうそう、もっと高くね。はい。手高く。そう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 。あ、よし。膝蹴りっていうのは、例えば相手ガンガン押してきてね、接近戦に挑んでくるやつ、こういうグッときて、こういう、ね、接近戦の相手なんですよ。もうしつこいやつはさ、ガンガンこうやってこういう感じでどんどん来るでしょ。こんな感じで、ですね、こういうしつこいやつに対してね、はい、あドンッとドンッと合わせて膝蹴り打ち込んでいきます。膝蹴りはね、あの短い距離からでもすごい威力のある攻撃ができるから、あこういうしつこい相手に向かってね、相手にしてポーンと、ね、打ち上げて使っていきます。ここでチャンピオン木山仁志ならではの組手テクニックを紹介しよう。まず相手の肩口、左の胸の筋肉と肩の筋肉のね、この分け目、付け根の筋肉の薄い部分、ここを狙って左の突きを打ち込みます。しっかりと正拳を握って、相手を押すんじゃなく、ね、かといって手打ちでもなく、相手に一瞬ね体重をかけてスパンとね相手を崩します。これを体重をかけた時にかけながら打ってしまうと、自分も体勢が崩れて相手の反撃を食らってしまったり、または、ね、全然ね腰の入ってない突きだったら相手何もないからそのまますぐ返して下段回し返してきたりしますから、まず自分の拳をしっかり固めた状態で、自分の拳ここから、ね、ボールを投げるようなでポンって投げるような気持ちでポンって相手の肩を弾きます。ここからポンと弾きます。それで相手の体勢を崩し技、まずそれだけいきます。はい、この手打たれる方は痛くないようにね、相手にダメージを負わないように打てるよ。相手が打ってくるよね、例えば打ってきてそれに対して抜群の、ね、タイミングで力入れて、ね、耐えたんだけど、それでも絶対痛いです。痛いのは痛い、それはもう精神力でカバーしないとね、打たれても負けない心ね、そういう気持ちがないと打たれてね、しっかり力入れてるのに痛いじゃねえかって、まあ、多分みんな思う人もいるよね。そうならないね、もうそ打たれた時にね、痛いのは多少は痛いんだから我慢しなさい。そこら辺はね、気持ちで負けないようにしてください。相手が突きを打ってきますね、突きを、はい、左ストレート、通常こうやってね、この突きに対してはね、打ってきたのに内側に受け流すよね。で、その続きの右が来ても内側に受け流しますね。これやりますけど、今日はちょっと違うやつやります。相手が打ってくる瞬間に左でね、左の突きを止めます。いいかな。相手が打ってくる瞬間、先に当てる、ね、相手が動き始めるでしょ、動き始めたらさっと止めます、ね、実際今小手で打ってますけど、ね、あの実際に打つのは拳です。拳で肩のね、この付け根のね、筋肉の薄い部分、この部分を狙って打ちに行きます。しっかりと自分の拳がね当たるようにして打ち込んでください。いいかな。でこれはね、相手の気を読みます、ね、相手が動いてからね、動き始めてから自分が伸ばしても必ず相手の方当たるでしょ、ね、じゃなくて例えば相手と向かい合って相手の目の色が変わりますよね。今から行くっていう 顔の色が変わるでしょ。そういう微妙なね、あの動き、例えば相手の拳がねグッて力が入った、ね、そういう動きで相手の動きを見極めるようにして、これは手が動き始めてから初めて自分も動き始めたら絶対にね相手のカウンター取れませんから、しっかりと相手が動くって気をね察知したら、ね、先に動く、ね、すごく先にポンと早く入ります。よし、来ると思ったら動くね、来ると思ったら動く、はい、相手の気配を察知するよね。もう自分がね来ると思ったら、例えばね相手がね
来ると思ったんだけど来なかった場合もあるでしょ。それでも売ってはいいんだよね。売っていいんだよ別に。自分来ると思ったら、ね、もうそれ信じて動かなきゃね。来ると思ったけど来なかったから売ったから間違えてね、自分は出さないで、あ、また間違えちゃったなってなると消極的になって、もう全然技が出なくなってくるから、間違えてね、間違えて相手が全然売ってこないんだけど先に売ってもいいから、ね、それ間違えてもいいですから、とにかくもう来ると思ったら自分信じて打ちに行って、はい、おいで、はい、じゃん。はい、じゃあ次は今のね相手の体勢をスピードのある突きで、まあ、崩しました、ね、これが例えば押すような突きだと次のコンビネーションに繋がってきません、ね、押した時にもう自分の体勢まで崩れてるから、こういう状態から下段回し上段回し、例えば次の突きも強い突き出ませんよね。だからそういう感じで打つんじゃなくて相手を、ね、弾くような感じで打って崩したら、そのつなぎで下段回しを蹴りに行ってください。この時に突きを打った時に絶対に体が崩れない、軸が倒れない、後ろに行ったり前に行ったり前傾姿勢になったり後ろに反ったり、ね、こうならないように自分の重心はまっすぐ整えた状態で打ち崩して返して下段回し打ちます。これをスピードを速くして連続で打ちに行きます。これが押すような攻撃だとなかなかねいい下段回し出ませんから、スピードで速く動いてください。落として安定させて、突き打って崩したら今下段回し振りましたね。突き打って崩したら中段回しも振ります。突き打って崩したら上段回しも振ります。突き打って崩したら内回し蹴りも、あ、内股蹴りも蹴ります、ね、これ何でもつながってきますから、これ今やったのは基本として下段回し練習したからね。あとは中段回し上段回し、ね、自分の好きなところ振ってみて。例えば上段回し狙いました、ね、ストレートを、ね、突きを打って上段回しを蹴るよね。けど蹴った後にそのまま終わる人が多い、ね、大技っていうのはもう一つ出してもうはぁって感じ、もうそれで疲れ切ってしまう。そうじゃなくて大技を出した後にね、その後つなぎて大技を出します。例えば後ろ蹴りであったり、ね、大技をね上段回し振りました、その続きで後ろ回しを蹴ったり、いいかな。このちょっとお技つなげるのやろうか。まあこのね、上段回し後ろ回しっていうのは基本的に5本蹴りとかね練習みんなしてるから分かってると思いますから、逆にこんな後ろ回し蹴りの大技からつなげましょう。後ろ回し蹴りを振ってね、大技振りました、その続きで大技行きたいけどちょっと最初はね軽く下段回しすぐつなげましょうか。例えば大技出してね崩れる人が多いです、おっと外れた、崩れたとこに相手は攻めてきて下段回し、また前蹴り突き入れられて、ね、効かされる人が多いですから、そうならないように蹴った後に崩れないようにしてすぐ構えてすぐ下段回しを振ってください。後ろ回し蹴り下段回し振って構えてください。バランスは崩れてないけど、バランスは崩れてないけど構えが安定はしないから、おっすね、蹴った時に後ろ回し振って構えてドシッとね構えられなきゃ強い下段回し出ないんですよ。これが、ね、ただね後ろ回し蹴って、ね、バランス崩さないようにただねチョンって構えるだけじゃ強い蹴り出ないんですよ。だからしっかり構えた状態でしっかり蹴る、おっす、おっす、ただねこういう技でどうしてこの技が入るのかってとこまで、ね、説明しておきます。そこも上段回しとかいろいろ振るつもりだけど今日はここまで。
一応例えば今後ろ回し蹴り蹴ったらね、後ろ回し蹴りの下段回しで終わるだけじゃなくて、やっぱさっきやったストレート下段と一緒で、ね、後ろ回し蹴り振ったら上段回しも蹴れるし、後ろ回し蹴って構えができれば突きもすぐ打てるし、後ろ回し蹴って構えたら反対の蹴りもすぐ出せますよね。だからまあそういう意味で今練習しましたね。ただこれどうしてねこの技が当たるか、例えばね上段、まあ、後ろ回し蹴りすごい大技ですよね。当たったら一発で KO されてしまうんです、そういうぐらいの強い技ですよね。その技を出された時に、まあ、相手は例えばギリギリ避けました、どういう気持ちになったら、おお、よかったって、当たらなかったってすごく安心するんですよ。そこをつきます、ホッとしたところ、ね、相手がよかった、ホッとしたところをさらにね上段回しを追い込む、そしたら相手がホッとしてガードが緩んだところにポンと入るんですよね。だからそういう、まあ、相手の気持ちね、相手の気持ちを読んだね攻撃もみんなできるようになって、そうすればいろんな技が当たるようになるね。例えばもう一番ね簡単なコンビネーションで、ストレートストレート下段回しね、下段が効いたら相手足痛いからガードが落ちてくる、でガードが落ちて、あ相手つらそうなの、下段効いたからガードが下がったなと思ったら、まあ上段蹴ればいい話でしょう。そしたらまあ綺麗に入りますよね。それと一緒です、後ろ回しもね、相手を蹴ってホッと出して上段回しを蹴りに行く、でこういうまあ相手の気持ちを読むっていうかな、そういうところまで相手をしっかり観察して組手を組み立てられるようにしてください。2001年10月、その頃木山は猛特訓に打ち込んでいた。11月4日に行われる第33回全日本大会が近づいていたのである。この大会では木山はもう一人の日本のエース和美はじめと決勝で戦う約束をしていたが、その和美が欠場することになった。不動の王者と言われた和美を倒すことを目標に1年間力を注いできた木山は、大きな落胆と戸惑いを隠せなかった。しかしうろたえている時間はなかった。真の王者となるためには来るべき第33回全日本大会で再び優勝し、2連覇を達成して自分との戦いに打ち勝つこと、それこそが世界の頂点に立つ大いなる第一歩となるのだ。今木山の爆心が始まろうとしていた。第33回全日本大会1回戦、木山は堂々とした王者の貫禄で登場し、試合開始早々大分出身の村上を追い込んだ。かかと落としによる一本勝ちで2回戦へと勝ち進んだ木山は、京都の弓場と対戦。弓場はチャンピオンに対して前に出て攻撃する頑張りを見せたが、次第に木山のペースにはまっていった。大会2日目の朝を迎えた。東京体育館サブアリーナではすでに木山が動き始めていた。木山の目標はあくまで優勝である。3回戦、千葉北の佐藤との対戦から木山の攻撃はエンジン全開となった。
回戦、総本部出身の本間との試合が始まった。後半になると本間の攻撃を1とすると、木山が2を返していく倍返しの木山ペースとなり、本間を封じ込めた。準々決勝、城西のベテラン池田義則との対戦。木山は終始池田に圧力をかけていく。後半、木山の怒涛の攻撃が始まると、池田は完全に追い詰められた。準決勝、数々の実績を持つ浅草道場のベテラン足立慎二との勝負となった。木山の決勝進出への執念が爆発した。見事な合わせ一本勝ちで、木山は待望の決勝進出を決めた。決勝戦は昨年の全日本大会決勝戦で下した木村康彦との運命の決戦となった。木山は不動の王者たることを証明するためにも、この対決で絶対に負けるわけにはいかなかった。
ついに全日本2連覇を果たした。第33回全日本大会における木山は総じて前の大会よりもさらに安定感のある堂々とした戦いぶりで王者としての風格を感じさせた。これで2連覇です。この先の目標というのを聞かせてほしいんですが。とりあえずあの来年あの全日本大会で小泉先輩出てくると思うんで、小泉先輩を倒してまた優勝したいです。そしてその先には世界大会というのももちろん視野に入っていると思うんですが、もちろん優勝を狙ってこれからもまた頑張ります。あの極真の世界王者、あの一度外国人に明け渡してしまいましたが、そのあたりの気持ちはいかがですか。必ず日本に奪回します。木山にとって戦いは終わったわけではない。いやむしろ始まったばかりなのだ。これからは木山が勝ち取った王座を奪うために日本中の猛者たちが木山を追ってくるだろう。あの和美はじめも次の戦いには必ず挑んでくるはずだ。そして2年後全世界の強豪が木山の前に立ちはだかるに違いない。しかしいかなる強敵が現れようとも、どのような攻撃を仕掛けてこようとも、木山は完全と立ち向かっていくだろう。打ち出せば嵐のごとく繰り出される弾丸の突きと蹴りを武器に、世界王座奪回に向けた木山の熱き闘志は今燃え上がっている。